井井上上君日本共産党の井上聡です、えー、秋田市の荒谷演習場へのイージス・アショアの配備計画をめぐって、えー、防衛省が地元に示した説明資料が間違っていたと、大きな怒りが上がっていることについて質問をいたします。あの防衛省が説明会で配布をした一覧表をお手元に配布をしておりますが、これ、荒谷以外のお国有地についてすべて不適としております。そのうち9カ所は レーダーを遮る山やがあるという理由で、最初に除外をされておりますが、9箇所すべてで山頂を見上げる角度を実際より大きく記載していたと、その結果、4箇所については、この遮蔽の角度については不適と判断できなくなったということであります。Google Earth で断面図を出して、縦横の縮尺の違いを認識せずに、定規で測って角度を出したと、ま。あ あの高速で来るミサイルを迎撃しようという施設がですね物差しでやってたと、大きな驚きの声が上がっているわけでありますが、これは担当者だけの問題だは私、ないと思うんですね、説明会で配られた資料を見ますと、その同じ断面図が資料に記載をされております、見にくいですけど、ちゃんと縮尺のこの距離の目盛りも入ってるんですね。 で今朝の読売新聞でいかにあの現実とそのこの表が違うかということも出しておりましたけど、こういうものがです、ね、いろんな人の目を通して印刷をされてし、配られたと、なぜこんなことがチェックをできなかったのかと、まずそれをお聞きしたいと思います岩井防衛大臣。えまず、今般の,です、ね、あのデータの誤りについて、重ねてお詫びを申し上げたいというふうに思います。 であのまあ、今回はあの今、先生ご指摘のように、えー、縦軸横軸の縮尺の違いをです、ね、認識していなかったという人為的なミスでございますけれども、えーまあ、これはチェック体制が非常に甘かったと地図情報の取り扱いにたけた、まあ、専門部署との連携も不十分だったと組織的なチェック機能があの働かなかったことが 要因だと考えておりまして防衛省としてはあの体制を一新をいたしましてかかる事案が二度と発生しないように二重三重のチェック機能をしっかりと確保してまいりたいと思っております井員長稲井さとし君あの専門知識がいるような問題じゃないんですねこれ見た瞬間にわかるようなものですよでね、私体制の問題じゃないと思うんですね例えば沖縄の,の子だって 随分体制組んでますよだけどやってるのは、ですね住民の声を無視をして、とにかく予定通り進めるということがやられてるわけですね。やはり問題は、住民の声を聞くのは形だけで、とにかくもうあらやに決めたんだからあらやありきだと、まあ、こういう姿勢がですねこれ、私、作り出してると思いますね。ですから一番、その謝るべき場所で、ですね、えー、担当者、職員が居眠りをしていたと。 そのことにも私はそういう姿勢が現れたと思っております。知事はマイナスからの出発だということも厳しく言われていたわけですが、そういう姿勢がです、ね、この一覧表全体に私は示されていると思います。で、この表では、えー、午前中も議論になりましたけれども、荒谷については津波の影響はないということになっておりますけれども、えー、金曜の野党合同ヒアリングでも、先ほどの答弁でも、 かさ上げの増成が必要だということを言われました、で他のところよりは、増成が勘弁だというお話でありますけれども、影響があると、増成が必要だということなんですよ、なぜこれをここにかかわらなかったんですか岩井防衛大臣。はい、あのこれもですねあの すでにお答えをしておりますけれども、重ねてあのご説明申し上げたいと思います。荒、ま、谷、あ、演習場はですねあの、周辺地域よりも標高が高いところに位置しておりますがあの、演習場の敷地はかなり凹凸がございまして、高いところで30メートル、低いところで標高は約9メートルでございます。で、まあ、イージス・アショアの施設を設置するためには、 平らな土地が必要でございますし敷地造成を行うことが前提でございましたでそれを行えば標高が約平均20メートルというあの平坦な台地をあの形成することになりますしたがって秋田県が公表しているハザードマップによりますその演習場西側の境界付近がその2メートルから5メートル程度浸水するという この影響はあのないものとしてあの、説明が不十分になったものでございました、えー、この津波に関する検討の経緯も含めて、ですねあの丁寧にご説明させていただくべきだったというふうに思っておりまして、えー、しっかりとあの説明をし直したいというふうに思っております稲井聡君あの。いろんな カタが必要なのにそれをないものとしてやったと言われましたよね。だからねそれないものとして記載したと不十分だったと言われましたから、ね、私はね不十分という話じゃないと思いますよ。あるのにないことにしちゃってるんですよ。これはね本当にあの要するに初めから荒いあらやりきだと。まあ、こういうやり方にですね現地から厳しい声が上がっております。そしてもう一つ隣の4番のところでありますけども。 住宅地からの距離もこれも問題なしということになっているわけですね。あの金曜日に野党で合同で現地視察もしております、報告聞きますと、住民懇談会で、地元住民から、16の町内会が反対で一致をした、このままでは住む人がいなくなると、有事に攻撃対象になると、周辺に多くの学校があると。 兵器が子どもたちのすぐそばに置かれる、さまざまな声が上がっております。ところがですね、こんだけ声上がってるのに、距離は問題ないと、こうなってるわけですね。で先ほど、あの電波の影響の話も午前中ありました、もうその説明自身が納得いくもんじゃありませんけれども、電波の影響、大きいです。それ以外にもいろんな不安の声、住民、上げてるんですよ。それをですね、全く問題なしとしている。ここにですね、どんな不安の声を上げても、聞く身を持たないと。 こうして防衛省の姿勢はこの表に表れてるんじゃないですか。岩井防衛大臣。あの、今先生ご指摘のような、あの住民の皆様の、あのご不安。えー、またご心配というものにしっかり。あの、対応できる、あの説明を。しなければならないというふうに思っております。あの、住宅地からの、あの距離につきましてはですね。あの。 安全性の観点から、レーダー施設については、まあ、半径230メートル、VLS 発射装置につきましては半径約、半径250メートルの保安距離を確保できれば、えー、安全に配備、運用することがあの可能で、えー、ございます。えーまあ、したがってあの、演習場の敷地内に収める形で安全に、えー、配備することはできるわけでございますけれども、 住民の皆様の不安やご懸念が強いことから、これを解消し、少しでもご安心いただくためにです、ね、レーダー施設と VLS をできるだけ住宅地や学校等から離して配置することと考えて、するように考えておりまして、700メートルの緩衝地帯を設けるべきと判断しているところでございます。こういった点につきましててもあの重ねて丁寧な えあの説明を尽くしてまいりたいというふうに思っております君そもそも、このあらやと山口のむつみに配備をすると、これ、北朝鮮のこの発射基地とですね、ハワイとグアムの米軍の基地のそのこの直線上にあると、つまり米国防衛のためじゃないかということは、最初から指摘をされておりました、だから場所を変えないんじゃないかと、こういう指摘もされてきたわけですね。 あのさらに説明をするということでありますが、私たちはそもそも早備の中止を求めたい、そして少なくともですよ、この住民合意がないままに、来年度予算での概算要求に関連経費、増税など、これは計上はしないということを明言をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか岩屋防衛大臣、はいあの。その点につきましてはあの、再三にわたって申し上げておりますけれども、 お地元のご理解がない状態状況でですね、あの配備先を前提としたあの予算計上はあの致しません。宮澤さん。君ええー、重ねてそもそも配備の中止を求めたいと思います。続いてですね、本会議でも触しましたけれども、えー、米軍の低空飛行訓練についてお聞きいたします。え、五月三十日に長野県の佐久市の市街地上空を 米軍横田基地の C130 が超低空飛行訓練をいたしました。サーチに現地に来まして、住民の声聞きましたけれども、地元マスコミも大きく報道しております。住宅や学校、病院の、病院、保育所などの公共施設が密集する、その上空を米軍機2機がです、ね、異常な低空で飛行したと。住民からはです、ね、ごう音に驚いて墜落、墜落するんではないかと、怖くなって。 外に飛び出たと、こういう声もお聞こえ致しました。さらにその後の六日にも上田市などでの。同じ C. 百三十の飛行が目撃をされております。まず確認いたしますけれども。この米軍による訓練は自衛隊の訓練空気である。エリアエッチとエリアスリーを使用したものだと。確認をしますが。その上で。米軍がこれを使用するにあたって。使用統制機関である。自衛隊基地と調整していいますが、その基地はどこなのか。 調整はいつ行われたのかいかがでしょうか土道防衛政策局長あの自衛隊機以外の航空機が自衛隊訓練区域を使用飛行する場合には国土交通省が発行しております航空路紙に記載されている使用統制機関に事前調整を行うこととなっております5月30日の昨日上空における米軍機の飛行につきましてはその同地域の自衛隊高高度訓練試験区域 ホテルの使用統制機関である入間基地所属航空自衛隊第二輸送航空隊が前日5月29日に当該区域を通過する可能性がある旨事前調整を受けていると確認してございますまた6月6日の上田市上空における米軍機の飛行につきましては同様に同区域の使用統制機関である先ほど同じ第二航空輸送隊 第2輸送航空隊が前日6月6日に同様の事前調整を受けているというふうに確認をしております稲田君防衛省は事前に可能性を把握をしていたということであります、でこれ、飛行訓練のです、ね、様子はあの、住民が動画を撮っておりまして、ネットでも今、見ることができますで、ちょうど佐久市長もですね、市役所の近くの屋外でこれを目撃をしておりますし、多くのおマスコミもその場で見ております。 で地元市では、ですね市長が、もう事故だと思った、尋常ではないとして、国側にきちんと説明してほしいと求めたという報道もされております。で米軍は、ですね米軍機であることを認めましたけれども、訓練内容も、高度も明らかにせずに、日米の合意や規則に即して行われたと、こういう回答があったということでありますが、防衛省としても、この飛行訓練は、日米合意を遵守をしていたと、こういう認識なんでしょうか。 岩防衛大臣、はい、あの5月30日のですね作市周辺における飛行状況についてあの、米側に確認したところ、米側からは横田基地所属の C130 が、えー、日米両政府間で合意された協定に従って飛行していたと回答がございました。また、あの米軍機の低空飛行訓練に関する平成11年の日米合同委員会合意におきましては、 在日米軍は国際民間航空機関以下をや日本の航空法により規定される最低安全行動を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規則を現在適用しているとされておりまして、まあ、米軍も低空飛行訓練を行う際にはこれを遵守し、 適切に運用しているものと思いいますいずれにしても防衛省としては引き続きですね米軍機の飛行の安全確保をしっかりと米側に求めてまいりたいと思いますし引き続き米側に対して日米合同委員会合意等を遵守するよう求めてまいります。 あの米軍が遵守していると思いますと言われましたけどね、それじゃ困るんですよ、現実にこういうことが起きてるわけですよ、数々の住民の証言は明らかに最低安全行動を下回っております、アメリカの言い分をね繰り返すだけではなくて、合意違反があるならば、それを突きつけてですね是正をするのが防衛省の仕事なはずなんですね、住民の皆さんは、今回は画像があるんだから、解析をしろと。 解析をして、最低行動以下じゃないかと、安全行動以下じゃないかということを突きつけて是正を求めろと、強く言われておりますけれども、ぜひ解析をしていただきたいと思いますが、画像のいかがでしょうか委員長岩井防衛大臣あの。いずれにしてもです、ね、防衛省としては、合同委員会合意をしっかり遵守するようにあの、米側に引き続き申し入れてまいりたいというふうに考えております。 井上聡君いや、アメリカ側はしていると言ってると、しかし、現にしてないと、多くの住民が言っていて、市長も落ちてくるかと思ったと、そういうことが起きてるわけですね、それをくための画像の証拠もあるわけですから、それを解析をして、アメリカの言ってること,と、違うじゃないかと突きつけるのが、それ、合意守らせる防衛省の仕事じゃないんですか、なぜ解析ができないんですか、できるんですか、ぜひやってください、答弁かいくですか。 岩井防衛大臣、そそのあの民間の方によってですね、あの記録されている画像を持って解析することが果たして本当にあの正しい解析につながるかどうかということも含めてあの検討させていただきたいと思います。井上佐々木君、あの現に証拠としてあるわけであります。で、えー、昨年岩手ですね、えー、米軍機が朝廷空飛行を訓練して、それをわざわざ自分たちで ユ、えーチューブかなんかで発表した、これはもう動かぬ証拠で、米軍も認めました、これはっきりいろんなことありますし、写真も撮られているわけでありますから、えー、検討の上必ずそれをやって、ですね突きつけていただきたいと思います。であの先ほどありました日米合意は、ですねあの、まあ、アメリカの配慮義務など書かれてますけどね、まあ、結局のところ、米軍機の日本全土での低空飛行訓練を認める内容になっております。しかしか同時にですね 米国政府は、低空飛行訓練によるものとされる被害に関する苦情を処理するための現在の連絡メカニズムをさらに改善するよう、日本政府と引き続き協力すると、こうなっておりますけれども、どういう改善がこの合意を行われたんでしょうか。中村地方協力局長お答え申し上げます 防衛省側の対応について申し上げますと、防衛省といたしましては、地域の住民の皆様から寄せられた苦情等の内容につきまして、できるだけ具体的かつ正確に米側に伝わるよう、これまでさまざまな工夫を行ってきたところでございます。具体的に申し上げますと、できるだけ具体的な日付、時間、場所、飛行状況については、例えば機種名、機体の特徴、マーク、機数、飛行方向、飛行高度、 さらに苦情内容については、例えば騒音の程度、振動の程度、損害状況、こういったことをできるだけ詳しく伺って、これを米側に伝達をしているところでございます。また、米側に苦情を伝達する際には、場所につきまして、市町村といった行政の区画のみならず、当該地域の緯度、経度、もう付きをしているところでございます。 防衛省といたしましては引き続きこうした住民の皆様から寄せられる苦情の内容につきましてできるだけ米側に正確に伝えるよう様々な工夫をしてまいりたいと思いますでこれをもって米側に対しまして周辺地域に与える影響を最小限に留めるよう努めてまいりたいと考えております稲田敏君日本はそうやっているとところがですね、えー、これまではあの住民から米軍機飛行に関する苦情を受けた際にアメリカに対して米軍機かどうかの確認を求めて アメリカ側から回答を得てきた。ところが、2017年の8月以降ですね、アメリカ軍機かどうかの確認をやめてるんですよ、防衛省は。なぜかと、これ国会答弁ですよ、米軍が2017年8月以降、個別の米軍機の飛行の有無については、運用上の理由とから原則として、蓄積、明らかにしないとしたと。だから日本も聞かなくなったと。全然逆行してるじゃないですか、どこが改善なんですか。 これ、抗議したんですか、日米合意に反すると抗議をして、元通りちゃんと米軍機ということがあれば、確認をして発表するようにアメリカに求めるべきだと思いますが、いかがでしょうか岩井防衛大臣。ご指摘のようにです、ね、あの米軍は平成29年、2017年8月以降、 運用所の理由等からですね、まあ、苦情等のあった航空機について、まあ、原則として米軍機であるかを明らかにしない方針にあの変更をしたと承知をしておりますが、一方で、まあ、今回の長野県佐久市における事案のように、飛行状況を明らかにしている場合もございます。で先ほど、局長から答弁いたさせましたように、えー、住民の皆様から寄せられた苦情についてですね、 われわれとしてはあ、米側にしっかり、えー、その確認をすると,とともに、地域住民の皆様の生活に与える影響を最小限にとどめるようあの、引き続き努めてまいりますね、さとし君、明らかに、ね、日米合意から逆行してるんですよで、動かぬ証拠を突きつけられたら認めるという対応でしかないんですね、私はこういう状況は直ちに是正をするとともに、地位協定そのものを抜本的に改定を行うべきだと。 改めて求めまして終わります。